はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、前回ご紹介させていただきましたサンタワールドさんの 16,000円のランダムボックスの購入品パート2ということで、前回出したね動画の続きの動画になります。で、前回ご紹介したのがこっちで、こことここはまだご紹介していません。で、ちょっとね、続きからこちらのね花のシリーズ、こちらからご紹介していこうと思うんですけれども、まだまだ量が多いので、多分ねもう一本くらい、こうパート3くらいまでね分けてご紹介になるかなと思うので、何かねこう作業をしながらゆっくり見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、それではですね、こちらからまずご紹介していきます。ちょっとね端に避けておいて、まずはこちらからねご紹介していきます。まだね、前回の動画見てない、見逃したっていう方はね、パート1の方から見てもらえると、まあ、楽しく見てもらえるんじゃないかなと思います。はい。こちらはですね、こんな感じの、これは、マステ素材のステッカーですね。こんな感じで、可愛らしいお花のステッカーです。で、こんな感じのね、モノクロも入ってました。ちょっとね、全部お見せすると、またこれは大変なことになるかなと思うのでね、ある程度抜粋して、おーおーおおこっち手前ちょっと大きめなんですけど、今落ちてきたやつですね。こんな感じでちょっと小さめな、こんな感じのステッカーも入っていましたね。かわいい。はい、こちらですね。で、続いてがですね、こちら。これは、ちょっと大きめな、お花かなと思います。クリアなタイプのね、お花のステッカーですね。こんな感じの、ちょっと大きめで、ワンポイントのアクセントになりそうな、お花です。ちょっとブルーからオレン、バイオレット紫寄りのカラーですかね。で、こんな感じで。可愛らしい。なんかね、2枚ずつ入ってます。使いやすそうですね。こういうシンプルな感じのね、こうパッと花になるようなお花？ダジャレじゃないですよ。そういうね、お花がすごく使いやすいので、これはすごくありがたいですね。で、続いてがこちら。これね、すごくキラキラしてて、めちゃくちゃ可愛いなと思って見てました。これね、出してみるのがすごく楽しみだったんですよね。こんな感じの、すごくね、キラキラしてる。お花です。かわいい。すごいですよね、このキラキラ。あ、これ、二重になってる。こんな感じですね。すごく素敵。で、続いてがこちらです。これはね、落ち葉かな？落ち葉のデザインだと思います。よいしょ。こんな感じでクリアなタイプですね。こんな感じのシールになってます。かわいい。この実写的なのもね、すごく使いやすそう。こちらです。で、続いてがこちらですね。これはね、中身が見えない
てて、これですね、こんな感じでサンタワールドって書いてあるんですよね。サンタワールドさんでしか売られていないものなのか、これに入っていないものなのか、ちょっとわからないんですけど、すごい可愛い。こんな感じのお花のデザインですね。こっちがね、ゴールドの箔押しで、こっちが同じデザインのシルバーのね、この枠が箔押しになってます。なんでで、かわいいですね。多分これね、このランダムボックス、サンタワールドさんのね、このランダムボックスに入ってる商品で、他ではないんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、ちゃんと見てないのでわからないんですけど、はい。こちらはこんな感じのね、シートシールになってますね。箱押し、ゴールドのね、箱押しがされている。シートシールです。かわいい。使いやすそう。で、これは、これはね、自分でこうカットして使うタイプですね。切れ目はね、入ってなかったです。で、続いてがこちらですね。これはさっきのね、ブルーのカラーとは違って、こう濃いピンク、マゼンタカラーっていうんですかね。そんな感じのカラーのお花です。よいしょ。これかわいい。ちょっとね、こう表面がポコポコしてる感じで、伝わるかな？画面越しに。こんな感じでね、ちょっとお花のところとか、少しね、ポコポコっとしてるお花ですね。かわいい。あ、これとかもすごくかわいいですよね。あ、これ綺麗な感じで。いろんな紙物があってすごいですよね。私ね、このサンタワールドさんも YouTube でね、皆さんご紹介されてるのを見て、私もいつかは手に入れようと思っていたものだったので、やっとね、手元に来てめっちゃ嬉しい。はい。こんな感じで、すごく可愛い。で、続いてがこちらですね。これなんか最近購入された方には入ってるんじゃないかな。違う方もね、これ入ってるの見かけたんですよね。で、開けた時に、あ、これって思ったんですけど。こんな感じで、ゴールドとシルバーのクローバーですね。こんな感じのステッカーです。で、続いてがですね、こちら。これもまたね、ちょっと大きいお花でした。わわわわ。こんな感じで、すごく大きいですね。で、これもね、ゴールドの箔押しが、こんな感じで入っていて、もうキラキラしてる。かわいいですよね。こういうね、大きい、この花のステッカーをうまく使いこなせるぐらい技術があればいいんですけど、なかなかね、ないですね。なかなか難しい。で、これね、大きいので、まあ、枚数はちょっと少ないかなっていう感じではあるんですけども、
そう、でも全然可愛いので、こういうのね、自分で買うのもなかなか難しいなと思うので、このボックスに入っててくれるのはありがたいですね。はい。続いてがこちら。これもお花、ピンクのね、お花です。バラかな？あ、これもね、さっきの感じみたいな感じで、ちょっと表面が、こう、ポコポコっとしてる感じで、ちっちゃいのかなと思ったら、割と大きめな感じのシールでしたね。開けるまではね、もうちょっとちっちゃいのかなと思ってたんですけども。で、続いてがこちら。かわいい。裏だった。よいしょ。これはですね、トレペ素材のステッカーでしたね。あ、裏ですね。こっちだ。はい、2枚ずつ入ってるみたいですね。かわいい。一つがね、これもちょっと大きめなシールになってるので補強されてて綺麗ですよね。花のね、デザインのものは、まあ、大まかに分けてね、こちらで全てになってました。で、これちょっとね、私が簡単に作った、ケースじゃない、袋にね、こうちょこっと、先っぽの方だけ入れときましょう。ごちゃごちゃになっちゃうのでね。で、続いてもご紹介するのが、こちらの、こんな感じのね、デザイン、なんていうの、この、レースペーパーっぽい感じの枠っていうかね、こちらをご紹介していこうと思います。まずはね、こちらからご紹介していきますね。シーンで購入してもね、こういうのって、ランダム商品になってたりするので、自分がね、欲しいと思ったのが手元にね、届かないことがあるんですが、あ、これすごい、ちょっとヴィンテージっぽいカラーになってますね。な感じでハートのね、レースのフレームでした、はい、で続いてはですね、こちらを開けていきましょう。あ、すごい、かわいい。こんな感じの、ダイカットになってる、デザインでした。これ一つのデザインでね、この2パターンが入ってるみたいですね。ダイカットの台を持ってないので、こういう素材系がね、いっぱい入っててくれるのはすごく嬉しいですね。こんな感じです。こちらです。で、続いてがですね、こちら。これめちゃめちゃキラキラしてるんですけど。緑ですね。緑の、こんな感じの雪の結晶ですかね。時期的に、まあ冬くらいしか使えないかなと思うので、もう使えるうちにね、パパパッと使っていきたいなと思ってますが、さて使い切れるでしょうかね。
わいい。ちょっと大きめなのも入ってますね。これはちょっとちっちゃいかな。すごいキラキラ。これがホログラムですかね。で、続いてが、こちら、ちょっと逆さまかな。こっちか。はい、こちら。あ、すごい。これちょっと、これ破んないと怖くて取れないな。こんな感じのトレペ素材ですね。あ、すごい。2枚ずつ入ってますね。端っこがね、こんな感じでダイカットになってて、いやーすごい。ダイカットも素敵ですよね。こんな感じのカットが入ってますね。すごい。全部カットが、ね、違いますね。絵柄も可愛い。さて、続いてがこちらですね。これもモノクロのデザインになってるみたい。お、すごい。あ、これシールですね。すごい。同じデザインで、白と黒でデザインが入ってます。こんな感じで。結構大きめな感じですね。すごくないですか、これ。これみんなどうやって使うんだろう。うまく使いこなせるかな。すごい。これはトレペ素材のね、ステッカーです。はい。で、続いてが、こちらですね。これね、私欲しかったんですよ。これ皆さんね、持ってて、おしゃれにコラージュされてるのを見てね、すごいって思ったんですけど、自分ができるかをちょっと、どうかな。こんな感じのクリアなタイプの、あの、瓶のデザインですね。3枚、4枚ずつ入ってんのかな、はい、こんな感じで。結構大きめな感じなので、で、うまく使えたらすごくかっこいいんじゃないかなと思います。かわいい。で、続いてがこちら。これもね、すごくキラキラのホログラムなんですよね。出た。これもサンタワールドさんの。多分他で売ってないんだと思いますね。このサンタワールドのデザインがついてる。印がついてるやつ。違いますね。両方ともなんか違うデザイン。素敵。はい。では続いてはこちらですね。ご紹介していきます。これもクリアなタイプの、こんな感じの、ステッカーですね。
これは、柄違いかな。かわいい。続いてがこちらです。これもピンク、これはピンクですね。こんな感じのすごくね、白押しが綺麗な透明なステッカーになってますね。かわいいですよね。これは横、こんな感じでちょっとね、ここがポコポコしてる感じの作りになってますね。箱押しされてる部分がかわいいですね。はい、で続いてがこちらになります。これもね、かわいいですね。箱押しされてる。このオーロラが新しいデザインで多い感じですかね、もしかして。こんな感じですね。かわいい色の紫と白っぽいような、こんな感じの。かわいいです。これは一枚一枚ね、デザインが違いましたね。はい、こちらですね。はい。で、続いてはですね、こちらをご紹介していきます。はい、では、まずはこのね、すごくホログラムが綺麗な、こちらからご紹介していきますね。こんな感じで、お花かな、蝶々なんですけど、すごくね、ホログラムがキラッキラで、蝶々ですね。蝶々がうまく拾えないという。はい。こっち向きかな。かわいい。もうこれだけでなんかインパクトがありそうな感じなので。こんな感じですね。蝶々と鉱石っていう感じかな。はい。で、続いてが、こちらですね。これはまたね、ちょっとはっきりした感じ。ちょっと一部だけご紹介していこうと思います。このね、白押しされてる、ゴールドの白押しがね、すっごいキラキラして、あ、これで一枚なんだ。すごいね。こんな感じで、すごくリアルな、蝶々ですね。すごい。あ、こんな感じのもいらっしゃって。あ、これもかわいい。こんな感じのデザインですね。すごい。これはね、ちょっと細かいので、全部はちょっとお見せできないのが残念なんですけど。こちらですね。こんな感じの蝶々がね、入ってるみたいです。かわいいですね。で、続いてがこちらですね。これはね、こんな感じのデザインみたい。これもちょっとちっちゃめかな？はい。開けてみるとね、こんな感じのステッカーでした。すごくね、素敵。
な感じですね。あ、かわいい。お、四角のタイプもかわいい。はい、では続いてはこちらをご紹介していきます。こちらこんな感じのね、ゴールド何これゴールド白押しなんだけどね、やっぱちょっとキラキラしてる感じの、すごくね、かわいい。一個が大きめのシールでした。続いてがこちらですね。これもね、めちゃめちゃ可愛い。なんかこういう感じのデザインのものって使いやすいですよね。今まで私も持ってないような感じ。ちょっと豆ちゃんが泣いてる。外寒くてね、豆ちゃんずっとお家の中なんですよ、今。で、続いてがこちらですね。これはね、なんかレトロアニマル系な感じのシールだと思います。これもね、ゴールドの白押しがされてて、可愛らしい。で、2枚ずつ入ってますね。かわいい。多分ね、今回この、レトロアニマルは、なんか必ず入ってるような感じなのかな。3200円だっけ、ボックスにも、確かね、この子いたような気がしますね。他の方の動画を見ていて。まあ、確実に入ってるっていうのはちょっとわからないんですけど、これはね、この1万6000円のボックスだから入ってるっていうわけではなさそうな感じですね。で、続いてがこちらです。これもモノクロな感じのシールだと思います。かわいい。はい、こんな感じのシールでした。すごいですね。これかわいい。で、ちょっとね、デザイン違いなのかな？この黒のこのタイプに、この白の
シルバーの白押しのデザインと入ってますね。こんな感じで、ちょっと違うパターンも入ってました。おしゃれですよね。このアンティークなデザインがすごくね、おしゃれ。ハサミのデザインかわいいですよね。で、続いてがこちらです。これもね、韓国の方のコラージュ動画を見ていて、このフィルム？こんな感じのフィルムのステッカーっていうんですかね。これがね、めちゃくちゃ気になってました。で、これ実際ね、厚みはないんですけれども、多分コラージュに上手に使ったらすごく可愛いんだと思います。で、こっちは、このフィルムのラインがきっちり入ってるデザインですね。2枚ずつ入ってる感じです。かわいい。で、続いてがですね、こちらです。これね、すごくいっぱい入ってるんですよ。なので、ちょっとこちらはね、すべてご紹介できないかなと思うんですけど。で、ちなみにこれはですね、こんな感じで、マステ素材なのかな？ステッカーになってますね。すっごいかわいい。ああ。ごめんなさい。なんかいっぱい落ちてきちゃった。こんな感じですね。ちっちゃめなシールがね、いっぱい入ってます。あとこんな感じのデザインだったりとか、今とかね、すごくいっぱい入ってますね。こんな感じのアンティークの時計だったり。かわいいですね。もうなんか出したら出したで、もうすっちゃがめっちゃがなっちゃって。こんな感じで、すごくね、素敵です。これもちょくちょくね、登場してくるかと思います。こちらです。で、続いてですね、ご紹介するのが、ちょっとね、長めな感じ。こんな感じのものが入っていたのでご紹介しますね。ちょっとね、こう、引きにすると入るんですけど、寄りにすると全体が入らない感じくらいの長い感じのものでした。で、こちらこんな感じでね、4枚綴りで入ってますね。で、こちらは透明なシールなんですけど、こんな感じで切れ目が入っていて、もうすぐに使える感じのデザインですね。
な感じで、すごくね、可愛い。で、4枚全部ですね、デザインが違いましたね。あ、デザインは同じなのか。デザインは同じなんですけど、こっちは、こんな感じの、マステ素材のステッカーでしたね。が、印象がね、変わっていいのかなと思います。こんな感じで、同じ絵柄なんですけど、こっちはね、ツルツルっとした感じのシールになってますね。こんな感じのシールになってました。で、続いてがこちらをご紹介していきます。こちらですね。開けてみると、こんな感じ。もうね、一番上から、これね、点線が入ってて、こんな感じで、ここでこうカットできるようになってますね。で、デザインは、あ、若干ね、違います。こんな感じの、こちらのデザインと、あとはね、この英字が若干変わってる。若干っていうかね、違う感じのものも入ってました。基本的にはね、クラフト紙になってますね。これもうまく使えばすごく可愛いコラージュができるんじゃないかなと思います。で、続いてがこちらですね。これもね、他の方のボックスにも入ってましたね。6400円のボックス。の方にもね、こちら入っていたんじゃないかなと思います。なんだろう、これすごく裏ツルツルする。こんな感じで。で、これはですね、シールとかじゃなくって、普通の紙？うん。普通の紙ですね。です。で、これもですね、さっきのと同じ感じで、ここにこんな感じでね、もう、切れ線が入ってて、破れるようになってます。で、デザイン的には、こんな感じですね。嘘嘘。なんかこれね、ちょっと分厚い感じするんですよね。なんか、シールとかじゃないよね。あ、これですね。よいしょ。こんな感じで、シールになってます。マステ素材かな？マステ素材のね、シールになってました。なんか触った感じね、なんかちょっと剥離紙っぽいなと思ったんですよね、この裏側。はい。こちらシールでしたね。はい、可愛らしいです。はい。で、続いて、どんどんね、ご紹介していきます。まずはこちらですね。こちらはですね、こんな感じで、ブックタイプのシールになってました。こんな感じの人物画だったりとか、あとはこういう風景、油絵のね、シールですね。こんな感じの。素敵ですね。で、これは結構ね、分厚めな、テカテカしたシールになってますね。かわいい。私この猫ちゃんかわいいと思って。かわいいですよね。なんかラグドールとかペルシャっぽい、ラガマフィンとかね、そんな感じのニャンコちゃんみたいなデザインですね。で、続いてがこちらです。こんな
感じになってますね。かわいい。これはウサギかな？で、ここにね、点線が入って切れるようになってます。で、箔押しされてますね。あ、かわいい。こんな感じのデザインもあります。これは、あれかな？これは、なんだろう？多分これプリントミスですよね。ここの、白押し部分がプリントされてない。これ逆にちょっとレア度が高い。かわいい。ですね。こんな感じで。かわいらしい。続いてがこちらですね。こちらはですね、なんかトゥードゥーリストとかにも使えるのかな。こんな感じのデザインだったり、これは3パターンのデザインが入ってますね。で、一番最後の方はですね、こんな感じのトレペのデザインでした。可愛らしいですね。で、続いてがですね、こちらなんですけど、これ順番で今見てきてね、めちゃくちゃ量多いなと思いました。ちょっとびっくりですね。で、これはね、とにかく量が多いです。びっくりしちゃいますね。はい。順番にめくっていきます。こちらはですね、こんな感じの蝶々の、これはシールですね。こんな感じの蝶々のシールです。こんな感じのシールで、あとはですね、こんな感じのデザインの、これもシールですね。お花だったり、あとはこういう切手タイプのシールだったり、可愛いですね。で、これもシールですね。この辺も全部シールです。あとはですね、ちょっとこのちっちゃいのが、これはね、紙ですね。こんな感じのデザイン。かわいらしいです。このちっちゃいのも使いやすそうな感じですね。これはね、この辺をこう枠で切って使ったりとか、これはもうこのまんま使えそう。かわいい。丸タイプも入ってました。と、こちらがですね、
この正方形のシールですね。これが色違いで入ってます。こんな感じで。結構ね、いろんなこんな感じのカラーが入っていて、使えるのに選ぶのが楽しいような感じの。で、次がですね、こちらです。こちらも紙の素材ですね。結構ね、これは大きめな感じのデザインです。正方形のね、デザイン紙ですね。これも上下がね、逆さまになってるのもあるんですけど、このまんまめくっていきます。感じのちょっと長方形のデザイン紙も入ってました。コラージュペーパーっていうんですかね。こっちのね、切手風のデザインも入ってますね。で、これもね、2枚ずつ入ってます。これはね、ちょっと大きめなタイプのペーパーですね。かわいい。こんなね、パンパンに入ってました。すごい。で、続いてこちらです。かわいい。レースペーパーが入ってました。で、これも2枚ずつ入ってるのかな。
て、ちょっとですね、まだ残りがあるんですけれども、ちょっと今回もね、動画が長くなってしまったので、今回はこの辺でね、一旦、パート2は、この辺で終わりにしとこうと思います。あとですね、ご紹介してない分がまだこれぐらいありますので、こちらはですね、よいしょ、パート3の方でご紹介していこうと思いますので、楽しみに待っててもらえればなと思います。こんなにいっぱいね、ご紹介するのちょっと初めてなので、不慣れなところもあるかなと思うんですけど、ちょっとその辺はご了承いただいて、生ぬるい目でね、作業しながら見てもらえれば嬉しいです。はい、今日も楽しかったよと思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントの方もお待ちしておりますので、残してもらえれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。